中村元希は福岡県を拠点に活躍するフリーアナウンサー。RKB 毎日放送、元アナウンサー、写真家。西南学院大学小学部卒業後の1964年に RKB 毎日放送に入社した。大学時代はグリークラブに所属していた。NHK アナウンサーだった志村清順を憧れの存在として、 アナウンサーを死亡したという。RKB アナウンサー時代には、1967年に、スタートした、九州発の深夜ワイドラジオ番組、U&M のパーソナリティを担当。1975年には、アナウンサーでありながら、地元プロ野球チーム太平洋、クラブライオンズの球団か惚れたぜ、ライオンズを歌いレコードを販売している。その後、 ラジオの平日帯、朝ワイド番組、中村元樹のおはよう RKB や、テレビの平日帯、夕方ワイド番組、夕方放送局長もやっぱり元樹ですなどを担当した。1997年に退職した後、KBC ラジオ、中村元樹の通勤ラジオのメインパーソナリティや執筆、写真家として活動。写真では、アナウンサー時代から、 数々のコンテストで入賞し、個展を開いていたこともあった。暗室を作るために、自宅を増築したこともあったという。KBC ラジオの深夜番組では、ネタにされることも多かった。最近では、沢田孝治穴のモノマネのレパートリーの一つ。また、U＆M 止に出演していた時は、同番組のパーソナリティ全員で、風の福岡を吹き込んだこともあった。 レギュラー出演していた番組中村元基の通勤ラジオ明太ワイドのそれぞれの時間帯にはかつて RKB 局アナ時代に人気番組今日もやっぱり元基ですを担当していた特に明太ワイドスタート時にはすでに今日もやっぱり元基ですのメインキャスターを務めており夕方ワイド小戦争とも言われたが RKB 定年退職とともに終了 フリーアナウンサーとなった後に、その番組のコメンテーターとして番組にしばらく出演していた AB 別冊ラジオパラダイス DJ メーカンによるありがとうございます。